しげしげです。本日は先日 Twitter で募集させていただきましたしげしげに100の質問ということで、100の質問に答えていきたいと思います。早速やっていきましょう。血液型 A 型です。握力何歩ですか？50ぐらい。学生時代の部活はサッカーが一番長かったですね。バレーボールとかもやってました。中高生の時はどんな子でしたか？成績はいい方？よく言えば好奇心旺盛ですごいフラフラしてました。成績は悪い方です。本名何？重野和樹です。好きなアーティストはいますか？マイケル・ボルトン。好きな YouTuber はオロチマルのモノマネで料理動画を上げているトックンさんです。村井さんの好きなところ。新しいことめっちゃやるところ。マックス村井の直してほしい癖とかあります？くしゃみがでかい。パズドラを始めたきっかけ。これ完全に Twitter ですね。歴代使用頻度高い編成。ラードラッパで闇カーリー2体積んでインドラ・リシス。パズドラでの最高課金額を教えてください。初めて学園シリーズが来た時に学園イシスが出なくて9万円課金しましたね。パズドラをしてて一番楽しかった時期、シーズンはいつですか？それこそラードラッパをめっちゃ使ってた、闘技場とかが出始めた時期かなって思います。パズドラで本箱とシゲパズどちらが楽しめてますか？それはどちらも同じくらい楽しんでますね。アップバンクに入社してから今までで一番の思い出は何ですか？パズドラの公式生放送でボコボコにされたことですかね。シゲさんって本当に変なお薬やってないんですか？本当にやっていません。ダメ絶対。足の小指ドーン。今の仕事やってなかったら何してたと思いますか？多分ミュージシャン系の仕事とかボイストレーナーの仕事とか、まあ昔やってたんですけどそれを引き続きやってたと思います。シゲさんヤマタノオロチだったって本当ですか？ちょっと何の話をしているか分かりませんね。次やってみたい髪色ありますか？もう今すごいプリンなんですけど、これ落ちたらもう黒でいいかな。年齢的に今一番欲しいものは何ですか？ダイソンのドライヤー。パズドラで交換引いてよかったと思うモンスターベスト5を。1位ウルカ、2位イデアル、3位サレーネ、4位リーチェ、5位ヤマタノオロチ。王冠落としたらパズドラやめますか？やめません。自分をパズドラのキャラクターに例えると何ですか？ヤマタノオロチ。動画編集のソフトは何を使ってますか？ファイナルカットプロです。学生の頃は何にハマっていました？いや普通にサッカーめっちゃ好きでしたね。今のマイブームは？鬼滅の刃。最近いつ泣きましたか？またその理由は何ですか？月曜日少年ジャンプを読んで鬼滅の刃の最新話で泣きました。今まで飲んだワインで一番美味しいやつを教えてください。いやもう王道なんですけど、20歳になりたての頃に当時とある方にめちゃくちゃ可愛がってもらってたんですけど、その時にロマネコンティを一杯飲んだんですけど、やっぱりそれが忘れられないですね。某企画で100万円当たってたとしたら何に使おうと思ってましたか？お引っ越し。卵を縦に立ててみて。はい。彼女にしたい女性 YouTuber は？本田翼さんです。今まで一番飲んだのどのくらいですか？量は全く覚えてないんですけど、深夜の2時に集合して夜の24時ぐらいに解散しました。おすすめの居酒屋さんを教えてください。あと普段どの辺で飲んでますか？新宿三丁目でよく飲んでいます。新宿三丁目の日本酒バーおすすめです。小さな頃の将来の夢を教えてください。消防士です。小学校だか中学校の頃だかに職場体験も行きました。パズドラで今までに一番思い入れのあるダンジョンキャラは？やっぱりゼウスですかね。パズドラで好きな女性キャラトップ3やってください。ウルカ、イデアル、リーチェ。アイドルオタクについてどう思いますか？ YouTube でもすごい上げてる人いますよね。いや、ハラミンさんだけのことではなく、アイドルにハマったことがないので全くわからないんですけど、ハマれるってそれだけ魅力を感じてるからであって、魅力を発揮できるアイドルさんもその魅力に魅了されてオタクになるほど応援できるっていうのは本当に素晴らしいことだと思います。使っている音楽アプリは何ですか？サブスクで Apple Music と YouTube Music を契約しています。自分で作詞作曲した曲はいくつくらいありますか？言うて作ってなくて15ぐらいですかね。歌が上手なしげさん、歌う時に高音を出すコツありますか？自分は地声が低いのですぐ裏声やミックスボイスを使ってしまいます。コツは僕も知りたいですね。ただやっぱり声帯っていうのは筋肉なので、まあトレーニングを重ねるのが一番なんでしょうね。飼われてる猫ちゃんのことを教えて。三毛猫ちゃん3歳、とても可愛い、極度の人見知り。黒猫ちゃん3歳、とても可愛い、極度の人見知り。好きなアニメは何ですか？もうこれも全然詳しくないんですけど、 Amazon プライムで鬼滅の刃と
ソードアートオンラインは唯一2、3周した。好きな漫画教えてください。ワンピース、ガッシュ、鬼滅の刃、約束のネバーランド、過去パズドラ以外にハマったゲームはナメコ、パズドラで今一番コラボしてほしいゲーム、アニメなど教えてください。復刻と新規一つずつ理由込みで。復刻は銀魂コラボですね。理由はカムイを持ってないからです。傘も持ってないし、もうあれは強すぎる。新規は鬼滅の刃ですね。今年劇場版来るから来ないかなって思ってます。それが理由です。コラボしたい YouTuber さんはいますか？草薙さんですかね。45秒で何ができますか？45秒で何ができる？旅行は好きですか？行きたい旅行先は？旅行は大好きです。今は北海道に行きたいです。もしくはヨーロッパ。埼玉と聞いて何を思い浮かべますか？クレヨンしんちゃん。もし3日くらいゲームできない環境で休日を過ごすとしたら何しますか？もう猫ちゃんとずっとゴロゴロしてたいですね。好きな洋服のブランドは？ブランドものマジで全くわからないのでユニクロで。これからやってみたい趣味などありますか？リアルに DIY。 村井さんの真似をする。ハラミンさんの真似をしてください。仕事仕事ふっ。パズドラ以外でゲーム実況ってやりますか？まあやりたい気持ちはあるんですけど、一旦パズドラでちょっとガチ勢って呼ばれたいですね。仕事をする上で大切にしてることは何ですか？楽しむこと。ストアからアップバンク本部に移動する時の心境は？サラリーマンになるのか。次の質問にコネ口調で答えてください。最近幸せだと思ったことは？結婚願望は？毎日みんなが動画にコメントをくれることかしら。結婚願望はもちろんあるわよ。付き合ってください。どこに？楽器は何ができますか？一通り触ってはきたんですけど、キーボードがちょっと弾けるくらいですね。初めて買った CD は何ですか？団子さん兄弟。パズドラ実況者の方、誰の動画を見てますか？スープロ。サブアカを作ろうと思ったきっかけは何ですか？広場チャンネルの時に、まあもちろん会社ですから、そのチャンネルの目標があるわけですよ。で、自分がこの目標に向けて何が一番頑張れるかって思ったら、パズドラ動画だったんですよ。ただ普通に上げていっても普通のことしか起こらないわけで、まあサブアカで1からってなったら、もしかしたらもっと応援してくれる人も増えるかもしれないっていう感じでしたかね。課金以外でコンビニで1万円使い切るなら何を買いますか？お酒、おつまみ、お酒、お酒、お酒、おつまみ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 、お酒、お酒、お酒、おつまみ、お酒、お酒。好きな焼酎や日本酒の銘柄は？これもね、よくまあいただくこともあるし飲んではいるんですけど、覚えられなくて、もう今ごめんなさい、有名どころしか出てこないです。酒を今年から飲めるので初心者におすすめのものを教えてください。ミオ。今まで歌ってきた中で一番歌いづらかった曲は？基本的に米津玄師さんの曲は歌いづらいし、最近で言うとキングヌーさんの曲もとても歌いづらいですね。今までっていうのを音楽の専門学校に通ってた時を含めると、ウォルター・ホーキンスのマーベラスっていう曲ですね。カラオケで少しでも点数が良くなる、ボイトレにわざわざ行かなくてもできるコツみたいなのはありますか？マイクをしっかり受信機に向ける。しっかり。苦手なことってありますか？何でもさらっとできるイメージありますが。ダンスがめちゃくちゃ苦手なんですよ。理想の女性のタイプは？新垣結衣さんです。好きな女性はどんな女性ですか？好きな女性の仕草とか。猫みたいな女性ですね。気まぐれでもいいんですけど、自分のことちゃんと自分でやれる人ですかね。これだけ質問来て大変やな。パズドラ8周年で期待していることはありますか？ランク800以上のメモリアルガチャの追加、王冠30個以上の王冠報酬の追加。パズドラも好きなキャラのポージングしてみてください。あ、好きなテレビ番組は？カンジャム。カンジャミさんの皆さんが結構音楽とかを掘り下げていく番組なんですけど、普通に勉強になることが多くて面白いですね。一人暮らしをするんですが、これだけは買っておけっていうものありますか？いや、一人暮らし10年目の僕がやっと去年買ったんですけど、ドラム式洗濯機はあるとマジで生活が変わる、超楽。料理作りますか？簡単なものだったり、おつまみとかはたまに自分で作ったりしますね。好きな居酒屋メニューは？まああったら絶対頼むもので言うと、まあ、ちゃんじゃとか、タコワサとか、そういうすぐ出てくる系のメニューですね。ドラマ、アニメ、ゲーム問わず、今まで見たものの中で一番好きなキャラクターは誰ですか？ボノボノに出てくるシマリスくんです。シゲさんの漏れる角度と漏れない角度を見せて。これが漏れる角度です。はい、これが漏れない角度です。
まだやってないけど気になってるゲームとカバーしたいアーティストを教えてください。気になってるゲームで言うとずっとマインクラフトはやりたいと思ってます。カバーしたいアーティストはヒゲダンです。今流行ってますよね。パズドラで一番弾くのに苦労したモンスターを教えてください。これはメインアカウントのイデアルですね。確か4回目ぐらいの復刻の時にやっと弾けたんですけど、もうそれまで散々弾いてますからね。アップバンク TV とか見てた方は知ってるかもしれない。母校の効果はどんな感じでしたか。紫深い赤城のふもとの朝の学びやよ。みんなにこれおすすめっていうものはありますか。今年からつけてるんですけど、マネーフォワードっていう自分の支出を管理できる家計簿みたいなアプリです。後悔です。先日退職を発表された米内さんへ一言、ガチで尊敬してます。一番好きな映画は何ですか。ディズニー映画なんですけど、ノートルダムの鐘っていうのが好きです。今後歌ってみたい、挑戦してみたい曲はありますか。個人的にはあんまりなくて、皆さんからいただいたリクエストがやっぱり挑戦になるんじゃないですかね。足の小指を、いや、シゲさんには可能ならエグゼイドを12話まで見てほしい。ちなみに個人的にナイトライダーです。ダブルは48話、最終話、エグゼイドは12話、ビルドは48話、ジオウは最終話です。ダブルの48話で2人とも泣くのですが、台本では泣くのはないそうです。いや、こういうの聞くとね、見たくなるんですけど、これは質問か。最近食べたものでこれ美味しかったっていう食べ物は何ですか。最近動画でもそうなんですけど、激辛に色々と挑戦していて、先日新宿にもいっぱいある赤辛に行ってきたんですよ。赤辛の6番を食べたら、まあめっちゃ辛かったんですけど、めっちゃ美味しかったです。旨味が強いですよね。好きなスポーツは何ですか。サッカーです。好きなサッカー選手はジャン・ルイシ・ブッフォン。しげしげさんの種族値を教えてください。 H90A250B120C50D115S250。 パズドラでお気に入りのキャラとお気に入りのリーダーとお気に入りのアシストを知りたいです。あと今まで一番難しかったダンジョンが知りたいです。もう最近の話なんですけど、お気に入りのキャラ、お気に入りのリーダーはネレですね。ネレはゴッドフェスの度に手元に来てくれるし、もうキャラのデザインがそもそもめっちゃ好きだし、アシストはベロアの帽子が好きです。シャズって名前がついててね、あの水着ベロアのアシスト進化のやつとかめっちゃ可愛いですよ。今まで一番難しかったダンジョンはやっぱり初期のゼウス降臨じゃないですか。今思い出しても全然安定しなかったなって思います。好きな曲は思い入れのある曲でもいいです。これもディズニー映画の主題歌なんですけど、ヘラクレスの主題歌ゴーザディスタンスです。あれはいい曲だ。日本版は藤井フミヤさんが歌ってますね。職場に仕事のこと、プライベートなことを相談できる人はいますか。もう全然村井さんのこと頼りにさせてもらっております。今まで食べた中でこれは外せないスイーツ3つは、六花亭のレーズンバターサンド、キルフェボンのフルーツタルト、焼肉を食べた後の杏仁豆腐。苦戦したランナーを教えてください。今でこそ王冠コンプですけど、第1回目のアテナ杯、王冠ボーダーが 1% で 1% でした。1年間お休みがもらえるとしたら何をしたいですか。日本縦断。 YouTuber は何歳まで続ける予定ですか。教えてほしいです。まあ声が出る限りは続けていたいと思ってます。今は今後 YouTube でやってみたい企画は、圧倒的に地方ロケです。ロケの経験も少ないし、やっぱり今年はいろんなことに挑戦するっていうのを掲げてるので、まあそのあたりも含めて挑戦としてロケ企画やりたいですね。はい、ということでなかなか面白い返しできなかったと思うんですけども、100問しっかり真面目に答えさせていただきました。まあ毎週金曜日に生放送をやってるっていうのもそうなんですけど、結構皆さんとのねコミュニケーションをとても大事に考えておりますので、今後もこういった企画ができればと思っております。ということで本日は以上です。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。さよなら。